水本光人は、ブラジルの新聞経営者。1914年12月30日、熊本県下町機郡海東村に生まれる。海東高等小学校を卒業。1929年15歳の時、葬儀を務めていた父をはじめ家族で、ブラジルへ移住する。高知での労働、山から切り出した木の炭焼き、法律事務所で、 日本人移住者の相談相手、書類の代書などの後、1946年、サンパウロ新聞を創刊し、戦後ブラジル日系社会を揺さぶった、勝ち組、負け組論争の収束に大きく貢献する。以後、サンパウロ新聞を海外最大の法事新聞に育て上げた。紙は2011年に創刊65周年を迎え、読者はブラジルのみならず、アルゼンチン。 ボリビア、パラグアイの一部に広がっている。妻は、和歌山県出身の移民一世、水本美恵。1977年、第25回、菊池博士賞。1991年、ブラジル民間人最高位のリオブランコ国家勲章を受賞1991年11月16日、76歳で死去。小川調子編参委員会編参。 小川町市小川町役場1979年日外アソシエーツ熊本県人物人材情報リスト2007ありがとうございます。